コナミさん、いないでコラボ待ってます。皆さんどうもこんにちは、イカクです。本日は3月20日イーブットボールニュースやっていきたいなと思います。このですね、毎週水曜日に投稿されるイーブットボールニュースでは、1週間の中で1本の動画に足しきれなかった細かい情報だったりとか、明日のアップデートに関する最新情報がっつりまとめていきたいなと思います。で、今日はですね、こんな目次でやっていこうかなって思うんですけど、よっ、盛りだくさんじゃないですか。かなりですね、衝撃的な内容なんかもありますので、ぜひ最後まで見ていただいて、ちょっとでもいいな、参考になったなって思ったら、高評価、チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。では今週も行きましょう、イーブットボールニュース。初めてやってみた。はい、ということで、まずはですね、明日終わるガチャ、イベント、キャンペーン、このあたりを見ていきたいなと思うんですけど、まずはガチャのお話ですね。富士フィルムスーパーカップ、そして J リーグのハイライトガチャですね。この3つ、明日までに終了してしまいますので、J リーグ好きな方は絶対に忘れずに引いてあげてください。当然ですね、週間も明日終わっちゃうので、無料分引いてない方、急いでください。さあ、そして意外とですね、忘れがちなのが、ミッションアチーブメント。なんなら僕もサボってやってないんですけど、ぜひこれ、明日までなのでやって、しっかりとここからアイテム受け取ってあげてください。で、もう一つ今週イレギュラーなのが、明日ですね、この後なんですけど、アップデートが来る影響でイベント対人戦オンラインのイベントが期間限定になってるんですよね。見てください、残り1日って書いてあると思うんですけど、明日のメンテナンスに入る11時までにやっていただけないと、このイベント消滅してしまって、スキル通貨やコインもらえなくなってしまいますので、まだやってない方いますよね、今すぐやってきてください。僕もこの後やります。まあ、この辺りになりますかね。特にこのイベントが今週イレギュラーになってますので、ぜひ皆さんチェックしてみてください。さあ、そしてさっき話した通りですね、このガチャ明日終わってしまうんですけど、まだ比較動画投稿できてなかったので、ショータイム2名だけにはなるんですけど、レベマ比較持ってきましたので、よかったら参考にしてみてください。まずは川崎フロンターレの丸山選手。いや、トータルパッケージバケモンだね。いや、能力えぐない。スキル追加もがっつりされてますけど、まさかのディフェンスセンス99、スピードやフィジカルもありますし、いや、とんでもない能力してますよね。改めてトータルパッケージの仕様はこんな感じで、スカットに J リーグの選手が多ければ多いほど能力が上がる感じになってますね。まあ、20名以上ってね、ほぼ全選手なので、かなり条件はきついですけど、まあ J スカット作ってる方とかには必須級になってくるんじゃないかなって思ってますね。ちなみにこの丸山選手に関しては、ショータイム固有のフォートレス持ち、後半リードしてる時に守備能力が上昇するっていうスキルなんですけど、まあこれに関してはおまけです。で、一応ですね、ガチスカ想定でプラス1バージョンの育成も持ってきました。ガチスカで丸山選手スキル使いたいとかであれば、こんな育成も参考にしてみてください。さあ、そしてもう一人は昨年代表デビューも果たしたゴールキーパー前川選手。こちらも圧巻の能力値ですね。191センチで5つ中3つの能力が90超え。いや、えぐい。低弾道もしっかりありますし、 J リーガーのゴールキーパーの中では間違いなく最強レベルなんじゃないかなって思ってますね。プラス1育成はこんな感じ。これでも普通にめっちゃ強いです。ということで、改めてこのガチャの評価まとめるとこんな感じになりますね。メリットにはまる人は引いていいと思うんですけど、基本的には無課金、美課金、スルー安定で OK だと思います。さあ、そして皆さん、ここからが熱い内容ですよ。明日木曜日に更新される内容に関してのお話。まず明日、メンテナンス同時にバージョン 3.4 へのアップデート確定いたしました。もう焦らされたよ。もうエッチなお姉さんにじらされてるみたいな感じで、シーズン5始まってから2週間空白を過ごしたんですけど、ついに明日アップデートです。新アイテム、新イベントの予告っていうのが来てますので、まあ間違いなくこの辺りの搭載が来るんじゃないかなって思ってますね。で、一応ですね、新アイテムの予想動画はすでに動画投稿してますので、ぜひチェックしてみてください。で、あとはね、 CL 週間とリーグ週間のダブル搭載もありますし、いや、今週はお祭り更新になるんじゃないかな。いや、明日めちゃめちゃ楽しみ。そしてですね、この文章にもある通り、アップデート記念にガチャ券が配布されるということは、新ガチャ確定ですね。週間以外にショータイムもしくはエピックガチャの搭載が確定いたしました。いや、まあこんな期待してるとさ、前みたいにメキシコリーグが来て、えってなる可能性もありますけど、久々に熱いショータイム来てほしいですね。すいません、ちょっと話ずれるんですけど、この前さ、僕ボックス整理してたら、まさかの一番最初に来たこのショータイム、フェノミナル組の契約が切れてたんですよね。いや、もうあれから1年か。時の流れって早いね。一
1年前のあの日ショータイムが来て歴史が変わりましたが、今週木曜日また新たな歴史が変わるかもしれません。なんと e フットボールとブルーロックのコラボ確定いたしました。いやまさかですよ。いやあのね、僕もびっくりしたんですけど、視聴者さんから最新のマガジン見てくださいみたいな、ブルーロックの最新話の最後に e フットボールとコラボみたいな告知が挟まってたんですよね。まだ詳細わからないですけど、このタイミングでの告知ということは、まあ今週木曜日に何かしらが来ることは確定なんじゃないかなって思ってますね。いや僕はね、青足もブルーロックもイライレも大好きなので、こういうコラボは大歓迎です。って話をですね、昨日僕 X に投稿したんですけど、結構 SNS は賛否両論って感じでしたね。まあこれはね、見取り図さんとか運波さん搭載の時もそうでしたけど、結局はリアルの選手を使うっていうね、世界観を崩してほしくないって意見がすごく多かったんですよ。でこれに関して僕ちょっと言いたいことあるんですけど、僕も同じ気持ち。いやみんなそうじゃない、それはもう大前提として考えてますので、例えばブルーロックにね、潔陽一ってキャラがいるんですけど、そういうキャラが出てきてウバッペとか、まあ、カカとかよりも強かったらえってなるじゃないですか。僕もそこに関しては大反対ですよ。なので環境的にめちゃくちゃ強いキャラクターみたいのが出てくるのが嫌っていうのはみんなと同じ意見なので、そこはまず大前提として理解してください。ただですよ、まあ見取り図さんとかウィナーズの時みたいに完全にネタ枠として出てくれるなら盛り上がり要素になるし全然いいなって思うんですよね。まあ、実際ですね、見取り図さんの YouTube の動画とかも今見たら22万再生14万再生とか、まあ、おそらく普段 e フットボールやってない層にだいぶ届いてるんですよね。まあ、こうやって僕らが今まで楽しんできた土壌は崩さずに、まあ、新規の人が入るきっかけになるようなコラボだったら僕は全然やっちゃっていいんじゃないかなって思ってますね。でこれ言うとですね、まあ、昨日もあったんですけど、お前 YouTuber だから新規増えたら再生増えてウハウハだからそう言ってんだろっていう意見あるんですけど、ぶっちゃけそれもあるよまあ正直それもありますよ。みんなが見てくれないと僕ってやっぱ活動できないんで、新たな人に見てほしいなって思ってるし、こうやって今目の前で見てくれるみんなには本当に感謝してます。これはね、媚び売るとかじゃなくてガチで感謝してますので、みんないつもありがとうございますっていうのももちろんあるんですけど、まあでもさ、一昨年の氷河期とかさ、新規が増えないとどうなるかっていうのがもう痛いほど体感したんですよね。みんな周りイフトやめてクソゲーって言ってるし、運営の開発者も変わったって考えたら、ぶっちゃけあの時サービス終了してもおかしくなかったと思うんですよね。っていうですね、あの時を知ってるからこそ、僕は新規の人にリーチできるようなコラボは、まあ、リアルの選手に影響のない範囲内なら全然やっちゃってもいいんじゃないかなって思ってますね。でじゃあですね、具体的にどんなコラボが来るのかっていうのを僕なりに勝手に予想してみました。まあ結構無難な予想になるんですけど、それこそブルーロックの映画がね、4月頭かなんかにやるんですよね。だから例えばイベントクリアしたら抽選で映画のチケットが当たるとか、まあ、限定ユニフォームとかすごくいいですよね。で僕ね、ユニフォームに関しては今後いろんなコラボにも適用できると思ってますので、こういうところで来てくれたら汎用性結構上がるんじゃないかなって思ってたりとか、あとはね、これブルーロック読んでる人にしか分かんないですけど、 PK イベントのゴールキーパーが一定期間ブルーロックマンになるとか、これね視聴者さんのアイデアですごくいいなって思いましたね。まあ、あとブルーロックってまあストライカーがテーマになってますので、フォワードしかスカットに入れられない限定イベントとか、そういうネタ的な要素とかで使うっていうのも全然あるんじゃないかなって思ってますね。いやこの辺りが来てイベントが盛り上がったら僕は普通にいいと思いますけどね。でまあみんなが心配してるですね、キャラクターが選手として搭載されるかってところなんですけど、さすがにないんじゃないですかね。まあいきなりさ、ムワッペとかの隣に潔陽一いたら変だし、まあイベントで使えるとかはあるとしても、まあさすがにキャラクターとしての実装っていうのは今回はないんじゃないかなって思ってますね。いやーもうこれで潔陽一ガチャとか来たらさすがに大反対します。でちょっと面白いなと思ったのが、これリプライで教えてもらったんですけど、ブルーロックってそれぞれのキャラクターに、まあ、元になってるリアルの選手っていうのがいるんですよね。まあ、ざっくりこんな感じになるっぽいんですけど、例えばこの選手たちがあくまでリアルの選手が主役でカードデザインだけが、まあ、ブルーロックコラボになってるとか、まあそんな感じの切り口だったら全然僕はありだと思いますけどね。まあ、僕はですね、選手として架空のアニメキャラクターがあの試合に出てくるってところが反対なので、主役が実際の選手であれば全然いいんじゃないかなって思ってますね。まあいろいろと話しましたけど、結局は明日蓋を開けてみないと何が来るかわからないので、もう一旦忘れて明日来たものを見てどんな感じか素直な意見言っていきましょう。
はい、ということでたった今ですね、週間選考公開やってまいりました。まずはチャンピオンズリーグ週間とリーグ週間ダブル搭載確定ですね。ここは安心しました。そしてなんと今回2名ずつブースター持ちが公開されたんですよね。いや、これはなかなか思い切ってますけど、まず左から見ていきましょうか。チャンピオンズリーグ週間 PK ストッパーがついてブースター持ち、これはもうアーセナルのラヤ確定でしょう。まあブースターはゴールキーピングだと思いますね。いや、能力結構えぐいことになるんじゃない。まあ身長のところはね、愛でカバーするしかないですけど、能力は間違いなくトップクラスになると思います。さあ、そしてアルゼンチンの2列目からの飛び出しのブースター持ち、これはもうマンチェスターシティのアルバレスでしょう。左ミッドフィルダー登録になって2列目からの飛び出しになってやってきそうですね。いや、ブースターはこれ難しいな。シュートかパスだと思うんですけど、まあおそらくシュートになるんじゃないかなって思ってますね。左ミッドフィルダーに変わることで今までにない能力強化も入りますので、これは間違いなく当たり枠になりそうですね。で、あとは CL 週間の方でムバッペが来るかどうかですよね。いや、さすまあどっちかでは来ると思うんですけど、ここにブースタームバッペ来てくれれば CL 週間かなり熱くなりそうですね。そしてリーグの週間の方、ドイツスルーパス付きのブースター付与、これはもう虫やら期待しちゃっていいんじゃないですか。今週だとここが一番当たりになるんじゃないかな。まあビッグタイムまではいかないと思いますけど、かなり熱い強化になりそうですね。ブースター予想はボールキャリーかテクニックかな。僕はボールキャリーで来てほしいです。そして最後はポーランドのピンポイントクロス持ちの週間ブースター、これはもうバレセロナのレバンドフスキ確定でいいと思いますね。まあ、ちょうどですね、昨日出した予想動画でも、まあ、ピンクロはつくでしょって話してたので、まさにあの試合を象徴するような登場になりそうですね。おそらくこれはパスのブースターになるかな。今までにないパスが強化されたレバンドフスキ登場する可能性が高そうです。ということで今回こちらの4名確定いたしました。いや、いいね。ムシアラは間違いなく強いと思いますし、まあ、あとはムバッペが出てくるかどうかですよ。そこでだいぶ変わると思いますので、明日の更新楽しみに待っていきましょう。ということで今回の動画は以上で終わっていきたいなと思います。今日は盛りだくさんでしたけど、最後まで見ていただいてありがとうございました。明日待機配信やりますので、みんなで待っていこうぜ。